チワス、宮地です。無事、レジェンド流になれました。いくつかの気づきによって、MR1900 から一気に行けたんですが、その一つがしゃがみ中パンの強さに気づいたこと。今回はその強さについて紐解いていきます。参考になったら、高評価、チャンネル登録おなしやす。それでは早速、行ってみましょう。ちょっとだけ前置き。今までの僕のプレイスタイルって、差し返しと対空待ち中心、あまり攻めない。リターン重視と投げを中心に置き攻め、大まかにこの2つで立ち回りつつキャラ対策でゴリ押すという非常に雑な流だったんですが、これ相手に地上戦で負けていると機能しない戦い方でして、相手からすれば地上戦で勝てるから差しも飛びもしなくてよい、相手からすれば地上戦で勝てるから投げ捨てで OK、 竜自体嵐性能が高くないのでそのままゲームセット。竜のキャラ特性上仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、全部相手依存の行動なのでとっても疲れるし安定しない。そこでどうにか勝てないかという試行錯誤を行ってたどり着いた一つの答えがこれ、しゃがみ中パンチ。しゃが中くんのおかげでレジェンドになったと言っても過言ではありません。前置きが長くなりました。しゃがみ中パンの強い点弱い点、狙うべきポイント3つを話していきます。しゃが中には強い点が3つ。判定が強い、差し返しされにくい、補正が緩い。1つ目、判定が強い。これは言葉のまんまですね。有名サイトの画像をそのままお借りするとこんな感じ。赤が攻撃判定、黄色が当たり判定。攻撃判定の先っちょが当たり判定よりも先に出ています。このおかげで相手の技と噛み合った時に一方勝ちができます。ちなみにルークはこんなん。強い。異次元空間殴ってるから強い強い言われてるわけですね。でも竜のしゃがみ中パンチも悪くない判定してます。ダッシュも止めやすい方だと思います。2つ目、差し返しされにくい。これも言葉のまんま。しゃがみ中パンって発生6フレ全体22フレなので、手が出てから、つまり攻撃判定が出てから攻撃しようとしてもほぼ間に合いません。超上級者の戦いともなると見てからいけるのかもしれませんが、まあ、少なくとも僕はインパクトやラッシュ、対空を見つつ差し返すのは相当難しい。これだけ見てればギリッギリ差し返しできるレベルです。ちなみに中足は大体どのキャラも全体29フレームとかあります。しかも当たり判定が残りやすいキャラが多いので、しゃがみ中パンチと比べると相当差し返しが楽です。3つ目、補正が緩い。今まで中足ラッシュからコンボに行っていたわけですが、実は中足からはコンボ補正がかなりきつい。比べてみましょう。左が中足指導のラッシュコンボ、右がしゃがみ中パン指導のラッシュコンボ。ダメージ差は400ほど。タカが400、されど400。中足ならリーサルじゃないけど置きのしゃがみ中パンで勝ち、この選択肢が増えたのがでかかったです。左が中足からいつもの SA3 コンボリーサルライン、右がしゃがみ中パンからのいつもの SA3 コンボリーサルライン。結構違うと思いません？判定とフレームの関係で気軽に振りやすくてリターンも高い。これがしゃが中の魅力です。もちろんしゃが中くんにも弱点はあります。1. リターンの高い牽制に噛み合うことがある。いくらしゃが中くんといえど判定的に一方負けする組み合わせがあります。そういう技は大抵リターンも高いので、こんな感じに大事故につながることも。楽しいからって振りすぎ注意。2つ目、必殺技関連に弱い。射程距離の関係上弾に対して被弾しやすいのも弱点です。まあ、といっても弾食らったところで戦況が大幅に不利になることはないですし、まあ、牽制技に強いのが弾なのでしゃが中に限った話ではないかも。また突進技や超リーチ技は判定が強いのでよくて相打ちになりやすく、単発だけだとリターン負けすることが多いです。楽だからって振りすぎ注意。さて、そんなしゃが中なんですが、むやみに振ってもリターンが出せません。僕の中でしゃがみ中パンを狙うべきポイントは3つ。1つ目、前歩きを見てからの置きしゃが中。2つ目、置きのような差しのしゃが中。3つ目、高難易度差し返ししゃが中。1つ目、前歩き見てから置きしゃが中。判定が強い、差し返しされにくい、この特性を利用した置きのしゃが中です。距離は相手の技先端距離、タイミングは先端距離に入った瞬間。この時しゃが中が届かない距離だったとしても、相手が技さえ振れば判定が前に出てしゃが中を食らってくれます。そしてしゃが中を空振りしていても見てから差し返しは難しいのでリスクも少ない。大抵の人が中足先端キャンセルラッシュ、または超リーチ技で一方的に先端当てしようとしてくるので、そこにカウンターで置いておくイメージ。コツは相手の前歩きを見てからしゃが中をすること。
相手の技発生を潰してカウンターになることが非常に多いです。仕込むのはラッシュか中速投や竜巻、残ゲージで仕込む技を変えましょう。そして2つ目、沖のような差しのシャガチュー。これ矛盾してるように聞こえるかもしれませんが、当たるかどうか微妙な位置まで歩いていきシャガチューを刺すイメージ、届けばゲージか体力を奪うことができて、届かなければ実質沖のシャガチューに変化します。先ほどの沖シャガチューは相手の前歩きを見てやっているのに対して、こちらは自分から能動的に動いている点が違う点です。特に画面端に追い込んだ時に絶大な効果を発揮します。沖シャガチューで相手が少し黙ってきたら大胆なシャガチューを当てに行きましょう。仕込むのはラッシュか中速投、または強波動を仕込みます。そして3つ目、高難易度差し返しのシャガチュー。竜は打撃性能が高いので差し返しには台足が有効なんですけど、一部差し返せないまたは差し返しにくい技があります。そしてそういう技は大抵相手の主力技です。例を挙げるとチュンリーの追突拳、 JP の中足、ルークのしゃがみ中パンチ、このあたりですね。隙が少ない、判定が強い強技のオンパレード。発生急フレの台足では差し返しが非常に難しいんですけど、頑張ればシャガチューなら差し返せます。といっても難易度激高、実戦投入には相当な練習が必要なため万人におすすめできる攻略ではないんですが、差し返せると知っているだけでも状況別の選択肢が増えます。先ほどのような強技以外にも機能する技は多いです。初めて差し返しを練習する方はぜひシャガチューも試してみてください。そんなわけでシャガチューのまとめでした。この動画を見てから前回のリプレイ動画を見ると違った視点で見られると思います。本当に露骨に振ってます。強い。今まで振っていなかった人は騙されたと思って試してみてください。それでは皆さん、良き格ゲーライフを。バイバーイ。